これ目に見てわかるんかな。あ、置いていきよる、すげえ。いやー、いいっすね。しかも早くね。やば。え、超絶早いんやけど。え、すげえやば。私超邪魔。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。やっていきたいと思いますなんだけど、村の、何？おう、どうした？ココアは一緒に行きたそうにこちらを見ている。ココアをパーティーに加えますか？え、何？どういうこと？はぁ、いいけど。ココアがついてくるようになった。あ、何？連れて行きたい子に、もしかして私がなんか話しかけたの今。それすらもちょっとよくわかってないんだけど。どうも。やったやった！新しい大樹の設計図を描けたね。これからは島のためミミズだった僕の知識で、みんなの大樹作りをサポートするよ。しかしこの設計図、書きかけというかどこか半端なようだが。何？ドルトンどこから話しかけてきよる？全然おらんけど。そっか、これ大樹の土台の部分なんですよ。見たところ3段階に分かれてるみたいです。3つの段階に分けて少しずつ作っていこうというわけだな。これならば迷わず作れそうだな。私、マギーユさんにたくさんのことを教わりましたけど、実はまだ聞いてないことがあって。大樹にはより大きな力を与える何らかの方法があるとか。マギーユさんの言葉を頼りに、これからいろいろ考えてみます。何か分かったらお伝えしますね。了解。じゃ、とりあえず何？これ。何かしら、何、どうした？改めてではあるが、よくぞ大樹の設計図を書いてくれ。なんかみんな集まってきたんですけど。我が輩たちももうすっかりやる気だぞ。そして、我が輩たちのものづくり力を今こそ活かすとき。設計図の組み立てを我が輩たちも手伝おう。お、一緒にやってくれる？マジで？そう、お主が鐘を鳴らしたとき、我が輩たちにものづくりの力がみなぎったのは、きっとこの時のためだったのだ。でも、私たちはまだ建築には慣れていません。正直どう作ったらいいか。そこで大事な。設計図の一番下の段に、大木の樹皮を敷き詰め、大樹をどう作っていくか手本を示してほしい。よーし。その間に俺たちは完成に必要な素材を集めてくるっすよ。みんな、行くっすよ。待っててくださいっす、アイナさん。おー、なんか旅立って行ったけど。あやつらに任せておけば、すべての建材を集めてくれよ。お主は大船に乗ったつもりで俺がよい。しかし、すまぬが一番下の段に敷く大木の樹皮だけは、お主の手で集めてもらわねばならぬ。設計図にある大木の樹皮は、リリパッドの住む密林にあると思います。40個ほどあれば、お手本部分は作れそうです。樹皮を手に入れるには、密林の木を破壊せればならんだろうが、新たな大樹の力となってもらおうぞ。では、大木の樹皮を40個集め、設計図の位置に全て置いてくれ。良いところまで行ったら、我が輩が知らせるぞ。え、なに？素材から集めてくれるの？みんな。え、めっちゃいいやん。超絶いいやん。ということだから、みんな大丈夫？なんかめっちゃ、もうこの中にしちゃえばいいんじゃないのか。え、なに？君たちキャベツ持ってる？キャベツとか持ってるからだよ。お通じ良くなるもんは、それ。ということなので、密林に行きましょうかね。密林ってどこやった？ん？こっちの方やったっけ？大ネズミの丘。どこや？船、全然違う。全然違う。え、なに？密林ってどこだった？多くの友、あ、この辺か。ここから行くのか。はい、行きます。はい、到着。何か見つけたはいいんやけど、いやもうトマトの種はいいからさ。あ、どうも。あ、そういえばこの辺にさ、なんか、どこやった？あ、全然この辺じゃなかった。壊れた教会。いや、そこはさすがに遠すぎやな。この辺普通に歩いていこう。壊れた教会まで飛んでったらちょっと、遠すぎるような気が。待ってね。体重。とりあえず樹皮を40個って言ったやな。この辺のがそうなんかな。あ、どうも。ああ、ちょ、待って。やめて。これじゃなくって、はい、ハンマー。これがそうですか？
大木の樹皮、合ってる合ってる。じゃ、この辺、破壊していけば、よろしいと。オッケーオッケー。あ、すごい、なんか空洞になっとるやん。え、これは崩れ落ちてこないの？あれですか？マイクラ式で、木は空中に浮いたままとかそういうことなの？あ、違う、間違えた。間違えた。とりあえずちょっと、何個持ってるかわかんなくなるから、取り出しておこう。え、まだ8個しかないの？遅くない？え？大木の樹皮。え、大木の樹皮めっちゃあるやん。え、999あるんやけど。もうすでに集まってたわ。帰ろう。え、帰ろう、ちょっと。999あったよ。なるほど。冒険の間に集まってたわ。まあ、とりあえずなんか、つい破壊してしまったものとか、全部懐にしまっていきよったけんな。あったあった。ね、集まってるよ。ってことで、なに、どこに敷けばいいのこれ。たい、え、この白い部分ってこと？設計図を見る。大木の樹皮。なにこれ、どこよ。え、これの一番下だけって言ったよね。え、ってことは？なに、この白い部分ってこと？とりあえず置いていきますか。はい、これを取り出して。え、ここ？ここで合ってる？うるさい。ああ。待って、一段目だけでいいよね。よいしょー。全然違う部分に敷き詰めて息をったりしたらどうしよう。三滝は三滝。よいしょー。とりあえず、なんかこれがそれっぽい感じやけん。それっぽい感じやけん。まあ、やっていくしかないよね。よいしょー。あっとんかな。あ。お。出てきて。これでとりあえず一旦見ればわかるかな。今どこ置いてんの？あ、全くわからねえや。全くわからねえや。もういいよ、そのまんまで。はい。多分合ってるでしょう。っていう、まあ、のんきな感じでやっていきます、私。お。オッケー。よいしょ。まあ、多分これで40個くらい使いよると思うけん。個数的にも合ってる合ってる。みんなのために最初の40個を置いた。うおー、あいな。設計図の場所に40個の大木の樹皮を置いてくれたのだな。うんうん。このように置けばいいのか。アイナさんが家を作るのは見てきましたが、自分で作ろうと思って見たのは初めてです。いかにしてブロックを置き、建物の形を作り上げていくか。これでよくわかったぞ。アイナさん！お、何、材料来た？お？早くない？はぁ、はぁ、はぁ、大事を作るための素材、集めてきたっすよ。俺たちの血と汗と涙の結晶。うん。お？ん？全部この収納箱に入れておくっす。収納箱まで作ってるじゃん。すごい。アイナ殿、私は残りの大木の樹皮と設計図にあった大木の葉を集めてきました。偉いぞ。お。私はアイナ様の真似をして木の階段を作ってみたんです。すごい！物作りもできるようになっとる。他にも、大樹の完成までに必要であろう素材はすべて集めてきます。マジで？全部収納箱にお入れしますね。俺たち、素材を集めてみてよくわかったっす。アイナさんがいかにすごいことをしてきたか。ぐふ、なに大丈夫？死なない？疲れ果ててる。皆の者よくやってくれた。これだけ素材があれば設計図を完成できようぞ。お、ありがとう。アイナ、よくぞ大樹作りのお手本を見せてくれた。これで我が輩たちも建築を手伝えるぞ。我が輩たちは設計図素材さえあれば、お主の建築を手伝うことができる。ただし、建材がなければ、建築を進めることはできぬゆえ、注意してくれ。そして、大樹を作る建材は、すべてポンペたちが集めてきてくれた。あとは安心して任せるがよい。ってことは、今回は私は何も集めに行くことはないということかな、もう。我らの手で大樹作りが進んだら、設計図の置くべき場所に、お主が持っている命の原木を置いてくれ。そうすれば、最初の設計図は完成だ。
無事に大樹を作り上げることが私たちの一番願いだけど、ここまで来た以上、教団をやっつけることもみんなの願いよ。あゆな、指導、改めてよろしく頼むわね。了解です。そんなキャベツ片手に語られてもあれやけどね。これで我が輩たちが建築する準備はできた。やるぞ、皆の者。お主たちが素材を集めてくれておった間、我が輩がしっかりアイナの姿を見ておいた。さあ、我が輩に続け。皆で新たな大樹を作るのだ。えい、えい、うおー。元の大樹よりめっちゃでかいね。住人がビルドに目覚めた。住人が設計図を組み立てるようになった。設計図の材料を収納箱に入れておくと自分の代わりに組み立ててくれるのだ。組み立てて。すげえ、なんかしてる。これ目に見てわかるんかな？あ！置いていきよる、すげえ！いやー、いいっすね。しかも早くね？やば！超絶早いんやけど。すげえやば。私超邪魔。マギールさんが言ってたっていう、大樹にさらなる力を与える方法って一体何なんだろうね。一つ思い出したんですが、かつてのビルダーさんが作った大樹は三色の花で彩られていたらしいんです。ひょっとすると、私たちが作ってきた作物のように、花も大樹に力を与えていたのかも。三色の花？ひょっとしたら三色島と関係あるのかな？モンゾーラには大樹があった小島以外に、三つの小島があって、三つ合わせて三色島って呼ばれているんだ。三色の花、三色島。ひょっとしたらそこに大樹に力を与える手がかりがあるかもしれませんね。三色島のうちの一つは、僕の巣があった場所から東に行くとある、岬から行けるはずだよ。まずはワープを使って、大ネズミの丘に行ってみて。そこにいる大ネズミにも話を聞くといいよ。ではお願いします、アイナさん。三色島の一つに行って、新しい大樹に力を与える手がかりを見つけてきてください。お。ってことはみんなが建築をしてくれてる間に、まあ、私がいろいろやっていけばいいわけだね。すげえ、はいや、やば。面白え。いいね、いいね。あ、そっか、外に出ないとわかんないんだな。ワープで、大ネズミの丘。大ネズミの丘って、あ、上の方か。ここ？あ、で、すぐそこに、大ネズミがおると。君かい？うねうねでちゅー。え？なんでちゅって？あなた三色島に行きたいんでちゅか？三色島の一つなら、まず僕の見つめる先、ここから東へまっすぐ行くっちゅ。砂の道が途切れたら、白い岩の山を登って左に進むっちゅ。その先にある岬から風のマントルで飛べば三色島の一つに行けるっちゅよ。もし三色島に行けたら長老によろしく伝えてくれっちゅ。ん？大ネズミの長老がいるんすか？こっちの方向に行って白い岩山を登ればいいのね。白い岩山。まっすぐ、まっすぐ。まっすぐ行けばいいのね。その言葉の通りにするよ。え？怖っ。ふっ。ちょっと待って。ちょっと待って、怖っ。本当にまっすぐ行きよったら落ちるところだったわ。白い岩山これやんねん。これを登っていって、ちょっと待ってよ。あれ、左側こっち？あ、そこから飛ぶってことか。なるほどね。了解です。チョココア、こっちおいで。お種はいいよ。もう種はいいからね。あれか、三色島の一つ。名薬の白き花は大地の安らぎ。安らぎは岬より先の地に。何ボタンを押せばいいんでしたっけ？何ボタンを押せばよかったのでしたっけ？あ、これか。B の、B やって、あれ？は、あれ？違う。あれ？今どうやった？あ、違うぞ。怖い。これで、あれ違うな。は、は、違うぞ。ほう。これだ。X だ、X。OK。よし、飛びます。は、待って、違う。あ、怖い。強力な魔物の気配。ちょっと待って、助けてください。何、強力な魔物って。マーマンが、あ、引きずり込む。やめてください。あー
に。おい、しっかりしろ、エナ。早く目を覚ませよ。どこからですか？あ、ここから。あ、めっちゃ完成しとる。はい、アイラ復活しました。ってことで、行ってきます。さあ、ちょっと次は海にちょっと落ちないように、気をつけていきたいと思いまーす。もう一回ちゃんと確認せんといかんな。ね、怖すぎる。あ、全然違う。あれ？さっき A ボタンだった？あ、E だわ。マジか。よし、頑張ります。飛ぶね。飛びます。はぁ、いけるあれ、私さっき X をしたと思ったのに。勘違いだったわ。あ、どうも。ここは大ネズミ族の島だ。どうも。お、早速宝箱？ちょちょ、人間じゃないか。よくこんなところまで来たな。どうも。人間がここに来たってことは。長老様、長老様、人間ですぜ。人間が来やした。さあ人間、奥にいる長老様のところに行きな。話はそれからだぜ。了解。なんかお墓？いつかの君のために真っ白い花の種を残そう。え？なんだ誰だ？よく来たでやんすな。あ、どうもどうも。あ、この中ってことか。宝箱。え、なに？ココア。ココア君。扉すり抜けてるじゃないか。よく来たでやんす。どうも。よく来たな、人間よ。ちちちち、そのとビルダーであろう？言わずともわしにはわかる。ビルダーがこの地に来たということは、古い迷惑の種を渡す時が来たようだな。かつて島に来て大樹を作った西園ビルダーは、三つの花で大樹に力を与えたという。教団によって大樹が枯れた後、オーネズミ、リリパット、人間の長老は、一堂に集まり話し合った。新たなビルダーが島を訪れ、大樹を復活させるその日のために、それぞれで花の種を保管しようとな。新たなビルダーに花の種を渡すこと。それがオーネズミとリリパット、そして人間が結んだ迷惑だったのだ。三つの種のうちの一つは、足の後ろの宝箱の中にある。ビルダーよ、持っていくがよい。ありがとう、持っていきまーす。はい。これが、白い花の種を手に入れた。これまた育てる感じ？種やもんね。お、ひょっとしてそれが花の種ってやつか？よし、デカオネズミに話を聞いたら、そいつを持って村に戻ろうぜ。ここの水めっちゃ綺麗やね。ね、これ水の中やろ？ハーゴン教団が来て、大地は枯れ。島の大地はみるみる腐っていった。そこで、オオネズミとリリパット、そして人間の長老たちは、一堂に会して会議を開いたのだ。そこで出た結論こそ、それぞれの種族が一つずつ種を守り、新たなビルダーに託すという名約。そう、我々はこの島に再びビルダーが現れ、新たな大地を作るのを待っておったのだ。ビルダーよ、頼む。新たな大地を完成させ、島に緑を取り戻してくれ。動きが可愛い、とりあえず。もう他に何もない？何かしらさ、こう、お宝的なものとか、なんかいいものがあったりとか、ないんか。ないのんか。あ、でもまあお宝があったらあれか、ココアが反応するはずやけんね。反応せんってことは、ないってことや。ないっすね。うーん、仕返るか。ってことで、飛びます。あ、なるほど。ここが一つ島。あ、でもこれは地図広がっていきよる感じかな。ここは、前回行ったところかな？わからんけど。まあ、じゃあ帰ります。拠点へワープ。はい、帰ってきました。え、花の種ゲット。どうもどうも。君じゃないんだよ。アイナさん、みんなで新しい体重作り、最後まで諦めずに頑張りましょう。私だけやったら絶対こんなスピードでできてないわ。君じゃないんだって。ミミミン、お帰りアイナ。体重に力を与える手がかりはつかめた？ミミ、君が持っているのはまさか花の種？え？おー、そんなところから。アイナさん、三色島から花の種を見つけてきてくれたんですね。島では何があったんです？
なるほど。大ネズミの長老さんが、やっぱり花の谷こそ大事に力を与える方法だったんですね。それにしても、島の人間と大ネズミとリリパットに迷惑があったなんて驚きました。みんなが花の谷を残してくれたおかげで、こうして新たな大事を作れるんですね。今の設計図が出来上がったら、早速白い花の谷を咲かせて大事に力を与えてあげましょう。と、その前に、まずは設計図を完成させなきゃいけません。建築は私たちに任せてください。完成した頃に、アイナさんの手で命の原木を設計図の場所に置いてくださいね。了解。次の花の谷を探さなくていいの？とりあえずは大丈夫そうだね。じゃあもうちょっとで、あれかな？出来上がるっていうことなのかしら。あ、97% 出来上がってるやん。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。まあ、多分もうちょっとで設計図完成すると思うけん、それができれば OK ってことやね。